起きたわよ、泣き虫が。どうだ、ひとしきり泣いたら楽になったか。全然大丈夫なのじゃ。よし。で、これからパティはどうするんだ。そうね、記憶も戻ったようだし、会いたい相手にも会えたわけだしね。もちろん、ユーリたちと一緒に行くのじゃ。いいんです、それで。じゃ、さすがに星はみを放っておくわけにはいかんのじゃ。それにここまで来たのじゃ、最後までついていかせろ。んじゃ、改めてパティ、よろしくな。うむ、よろしくするのじゃ。ちょっといろいろ聞きづらくて聞けなかったことがあるんだけど。ま、気になることはあるだろうけど、おいおい話聞いていこうぜ。のじゃ、気が向いたら話をするのじゃ。でもさ、何？ジュリー、何があった？ちょっと、あっちってアスピオの方じゃない。何が始まるの？じゃアスピオは、あのバカでかいのは何よ。山、うにゃ、建物みたいなのじゃ。タルカロン、え、あれはタルカロン、精霊たちがそう言うんです。デュークだ、それしか考えられねえ。あれで星はみをどうにかしようってんだろう。どいた、どいてくれ。黒くて長い髪のあんた、ちょっといいか。なんだよ。あんたみたいな風貌の人を見かけたら教えてほしいって騎士団の人に言われててな。なんでも新しい騎士団長フレン殿について話したいことがあるとか。なんだと。人違いじゃなさそうか。ああ、なあ、俺を探してたやつって猫みたいな釣り目の姉さんとリンゴみたいな頭したガキか。あ、ああそうだが。宿で待ってりゃいいか。ああ、それでいい。呼んでくる。